数よりもその反響が大きくてたくさんの人に久米南町について知ってもらえたので私は嬉しかったです。私は今日を通していろんな遠くの方から来てくださったり、私の親もなんですけど、みんな美味しいって絶賛してくれて嬉しかったです。はい、今日は天気が寒いけどでもみんなは本当に頑張りしましたと、みんなの友達か家族とか交流もしましたので本当に楽しかったです。ありがとうございます。買ってくださった後にもう一杯食べたいとか言ってくださって本当に嬉しかったです。